日本の潜水艦は、通常動力型では世界屈指の性能と言われていますが、太平洋型4番艦雷鯨が浸水したとの情報をキャッチしました。今回は、雷鯨、潜水艦浸水を詳しく深掘りしていきます。最新鋭の高出力ディーゼルエンジン搭載ようやく搭載されましたね。静粛性では、やはり、世界一、原子力潜水艦にも負けない潜水艦ですが、太平洋型を上回る潜水艦は、やはり原子力に代わる燃料電池システム搭載潜水艦でしょう。後派、日本が建造開始している VSL 搭載潜水艦で搭載されるとかされないとか。2023年10月17日、かねてより、川崎重工業者の神戸工場で建造中であった、海上自衛隊向けの最新鋭の通常動力型の攻撃型潜水艦、雷鯨型の4番艦が浸水式を迎え、艦名も雷鯨となることが公表された。雷鯨型は、1番艦で、ネームシップの雷鯨は、2018年3月に起工、2020年10月に浸水、2022年3月に就役。2番艦、枠芸は、2019年1月に起工、2021年10月に浸水、2023年3月に、就役をすでに果たしている。続く太平洋型3番艦の神芸は、2020年4月に起工、2022年10月に浸水、2024年3月に就役する予定で、今回の4番艦、雷鯨は、2021年3月に起工、2023年10月に浸水となり、2024年3月の就役が見込まれている。海上自衛隊の潜水艦は、今回、雷鯨を手掛けた川崎重工業者の神戸工場と、三菱重工業者の神戸造船所の2カ所が1年おきに、起工、浸水、就役を行う状態を長年継続中であり、この体制は、今後も同様に維持される予定だ。現在の海上自衛隊では、潜水艦隊の規模は22隻体制を敷いており、旧式な方から、親潮型8隻、操流型12隻、太平洋型2隻で、現状では、その体制を構築しており、他には、親潮型を、練習艦として2隻別枠で保持している。今回の太平洋型4番艦、雷鯨や3番艦の神芸が各々就役を迎える場合には、最も旧式な親潮型が、同数、玉突きで練習艦となり、かつ、その時点の練習艦が退役を迎えるというサイクルになるのだろう。そのため現在の海上自衛隊の潜水艦の各々の艦の使用年数は、実戦配備として22年と、その後の練習艦として、プラスアルファの期間が設定されるものとなっているが、これは、世界的な水準で見れば、かなり恵まれた更新頻度である。多くの国の攻撃型潜水艦は、推進方式が原子力か通常動力であるのかの違いは、あれど、少なくとも30年以上の期間にわたって近代化改修や補修工事を施しつつ運用されている状態が常であり、はるかに長い就役期間が設定されている。こうした潜水艦の運用期間については、日本の海上自衛隊においては、潜水艦こそその保有する中の主力の攻撃用の艦艇であるという位置づけであり、建造技術の継承も含めて高い水準を維持することに注力している。さて、今回の太平洋型の4番艦の雷鯨であるが、漢字表記では、雷クジラを意味するネーミングであり、これは、旧大日本帝国海軍の艦艇を含め従来にはなかった、全く、新規の名称が冠された形である。太平洋型は、海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭の艦級であるため、詳細な使用の数値は開示されていない点も多いが、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、最大幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルの規模を誇る。太平洋型の前級である、操流型の場合、最終の2隻である、11番艦。桜竜と12番艦の桃竜の基準排水量は2950トンであり、太平洋型は、これらをベースに、若干の大型化が図られたものとなっている。そして、これら、桜竜型の最終の2隻と同様に、太平洋型も、
機関部の構成は、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機というディーゼルエレクトリック方式を採用した通常動力型の攻撃型潜水艦である。こうした機関部の構成も、そう、流型の最終2隻とタイゲイ型とは共通している仕様だが、重機である、ディーゼル機関が、従来までの川崎重工業社製の 12V25、25SB だったものが、今回のタイゲイからは新型の 12V25、31へと変更されている。川崎重工業社製のディーゼル機関の 12V25、25SB は、タイゲイ型の3番艦、ジンゲイまでのみならず、毎級である。そう、流型全席にも搭載されていたものだが、新開発のシュノーケル発電システムに対応すべく、新型の 12V25、31へと変更された。この新開発のディーゼル機関、12V25、31への変更は、大電流を用い、持続的で急速充電が可能なリチウムイオン蓄電池を最大限に活用すべく行われたとされ、通常動力型潜水艦の泣きどころでもある給排気の効率化を目指すものと考えられている。こうして採用された新型のディーゼル機関 12V25-31 は従来以上の給排気の量に対応すると同時に海面近くに浮上してそれらを使用する場合に敵に探知される可能性をも低減させる機能を実現、シュノーケル発電システムの能力を高めることに寄与している。これにより従来の通常動力型潜水艦に比して、給排気を実施する際に敵に探知、発見される危険性を大幅に低下させると見込まれており、作戦行動範囲や稼働時間においても、大きな進化を遂げたと考えられる。ちなみに、毎級である、そう、流型の1番艦、双流から10番艦、小流まで、その機関部は、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池と発電機、そしてスターリング機関という、複雑な構成を採用しており、いわゆる非対機依存推進を実現させていた。通常動力型潜水艦において、当時は海上自衛隊でも、こうした複雑な機関構成を実装することで、連続潜航時間や作戦行動範囲の拡大を機としていたが、リチウムイオン蓄電池の実用化と性能が、そうした部分もカバーすると判断された形である。ただし、世界的に見ると、通常動力型潜水艦に要求される連続潜航時間や作戦行動範囲の拡大といった性能は、やはり、何らかの非対機依存推進を搭載することによって実現されるという見方が根強く、海上自衛隊の選択は少数派とも言えた。しかし、昨今では、他国の通常動力型潜水艦においても、リチウムイオン蓄電池を採用することで、非対機依存推進に劣らぬ性能の確保が可能との認識が拡大しつつあるようで、フランス等でも、こちらを採用する動きが確認されている。こうした流れが、実際に、通常動力型潜水艦における定石となるのか否かについては、現時点では、まだ確定的なことは言えない状況ではあるが、徐々に風向きが変わりつつあるのではないかと個人的には感じているというのが偽らざる心境だ。さて、日本側としては、今回のタイゲイ型4番艦のタイゲイの進水にあたって、従来以上に能力を向上させていると期待が大きいわけだが、現状で日本の最大の仮想敵国である中国でも、この件を報じる動きが確認されている。タイゲイが進水を迎えたわずか2日後、2023年10月19日付の中国のマスメディである新民番報においては、タイゲイの持つその性能が通常動力型潜水艦とはいえ、まるで原子力推進型に迫るものだと述べている。また、その中では、タイゲイは基準排水量が3000トンに及び、それが通常動力型潜水艦としては世界で最大規模であることにも言及し、その規模に1000体にもかかわらず、乗組員数は約70名であるとして、消費と化についても先進的だと記述している。こうした中国のマスメディである新民番報の報じた内容は、よって、日本は、軍拡を強行している危険な国であるとの結論へと導くためのいわば先導記事であるため、額面通りに、中国側が、タイゲイの性能を評価しているとは断言はできないだろう。中国側は、南シナ海の大半を自国の勢力圏とすることで、
核弾頭を搭載する戦略型の原子力潜水艦を有力させ、アメリカ本土も直接核攻撃が可能な範囲に置き、ますます太平洋方面への軍事的な圧力を強化しようとしている。そうは言いつつも、第二次世界大戦後に海軍艦艇同士が直接戦闘に及んだケースは、ほぼイギリスとアルゼンチンが1982年に行ったフォークランド紛争以しか実例がなく、陸上での戦闘に比して、はるかに頻度が低いことも事実ではある。